ワクワクー、プレハでーす。どうも、ゆっくりだよ。2022年3月17日の武器錬成です。本日もよろしくねー。さて、本日は？本日はコーヒーです。全体攻撃のみ、75%。よし、滑り出しは悪くないぞ。次行ってみよう。2つ出ました。アネンの女性、76%。単体攻撃のみ、76%。ロマサガ3の性別不明、かつ単体攻撃、78%。あ、素材がなくなった。じゃあ次は、ユッサまで行こう。アンサガエンサガの女性、87%。ロマサガ2キャラ、90%。これは良さげですね。アンサガエンサガキャラ、80%。女性で盾攻撃、85%。アンサガエンサガで全体攻撃、77%。アネンサ絶好調です。ロマサガ3で横攻撃、78%。最近縦横よく使うから、ありがたいですね。一つ目、サガフロ2で単体攻撃、82%。二つ目、サガフロ2で全体攻撃、76%。ロマサガ1で縦攻撃、85%。ロマサガ2で縦攻撃、78%。体験って縦攻撃割とあるんだね。性別不明で単体攻撃、83%。ロマサガ3の性別不明、77%。ロマサガ2の性別不明、かつ単体攻撃、78%。サガフロ2で性別不明、82%。縦攻撃のみ、91%。お、これはデュッサマに使えそうだ。ロマサガ2で全体攻撃、80%。これも割と使えそうだ。ロマサガ2で横攻撃、75%。ちょっと数字が振るわなかったね。アンサガエンサガで単体攻撃、78%。アネンの時点で白銀しか選択肢がないから、なんていうか、新しいスタイル、待ってます。アンサガエンサガの女性、80%。アンサガエンサガキャラ、87%。本日の SS、出ました。数値がいい方を紹介するね。ロマサガ3の盾攻撃、75%。残念でしたー。今回は、72、455の、計527でした。ということで今回はここまで、また次回をお楽しみに。バイバーイ。